どうもこんにちは、指揮者の村中大輔です。今日は実は2ヶ月間の目の手術の、まあ、ある意味一区切りの大事な日だったんですね。それで横浜の、まあ、目の両目の、ね、手術をしていただいた先生のところにもう一回通ってきたんですけれど、おかげさまで右目も左目も両方とも矯正すれば 1.0 まで見えるようになって、それでまあ裸眼はね 0.1 なんですけど、裸眼が 0.1 っていうのはまあ相当に私としてはいいわけですよね。 0.1 っていうといろんなものがちゃんと見えるわけですね。こんなことないわけで、何十年もなかった話なので、もう本当に嬉しい限りですね。何よりそれからレンズを入れ替えたので、目の中のですから、それまで白内障の兆候があったのが、白内障が良くなっただけでなくて、視野が欠けて緑内障が進行してて、もうこれ ひどくすると失明しますよって言われたものがものすごくリカバリーできたのは不思議でした。本来緑内障っていうのは治らない病気なんですね、今の現代の医学では。で、実際にその進行を止めるための手術をしていただいたんですけれども、これ同時に両目っていうことではなく片目ずつを1ヶ月おきにやったんですね。で、その白内障と緑内障の同時手術っていうのをやったんですけど、ものの20分ぐらいなんですけどね、これがまあ見事に成功に終わったみたいで、ですから両目とも本当に見違えるようによく見えるようになりましたね。ですからまあ非常に嬉しいお知らせを今日することができて、私も嬉しく思ってるんで、ぜひ喜んでください。ありがとうございました。ご心配おかけしましたけれども、でまあね、こういう時期ですから、いろんな人がやっぱりいろいろなことを考えていろいろな発信をされてるじゃないですか。で、まあいいも悪いも多分世の中っていうのはないと思うんですよ。ただしその流れの中で自分自身の身を守っていかなきゃいけないっていうのはあると思うんですよね。で、もし例えば今のこのパンデミックのこの時期にですね、こういったことが私みたいな手術ができるとすればですよ、これはすごくプラスに働くと思うんですね。やっぱり時間を取るっていうことが必要だし、自分の体のケアができるということはものすごくポジティブなことです。すごく自分の人生が前向きに変化をつけられるので、で今やっぱりその時代の流れ的にも、それから時代って言わないで本当に純粋にその例えば運気の流れっていうんですか、こう全体の運気の流れ的にもこう見直しをしたりする時期だと思うんですよ。で、必要なものと必要でないものを精査してみたりとか、あるいはいらないものは捨ててしまう。で、私の場合だったらレンズ捨てて新しいものに入れ替えたんですけど、これもある意味の断捨離になりました。で、実は私ここ2年どころじゃなくて、まあ、かなり長い期間本当に目が見えなくて、で 0.001 あるかないかみたいなところだったと思うんですね。その中でいろいろなことやってきたので、まあ今 0.1 が見えるっていうことで驚いているわけだけど、多くの人は 1.5 だったら 2.0 まで見える人もいるわけじゃないですか。そうすると視力ということについて言うと、私はほぼ目が見えなかったと、ほぼですよ、光がなかったわけではなくほぼ見えなかったわけだけれども、その中でやっぱりある程度見えたからこそいろいろなことができたことに感謝しなきゃいけないし、いけないというかもう感謝の気持ちでいっぱいですよね。で、ある意味今目が見えてくるんだけれども、その目が見えることで世界が違うのは嬉しいけれど、結果的には今まで培った感覚でいろいろなことをまあオーガナイズしたり動かしたりしているので、その部分がまあ目以外の部分が鍛えられたことについて本当感謝しかないですよね。だからなんかこう一挙両得っていう感じで、ちょっとそのどう言ったらいいのかな、すごく得をした気分っていうんですかね、こういうのってやっぱりいいですよね。何か
こういう時期でなきゃできないことができて、でしかも私今回この判断、手術のに踏み切る判断をするのに相当悩んだんですね。でいろんなことを調べまくって、でいろんな方にもお話を伺ったし、でその時にやっぱり結構その役に立ったのは YouTube の情報でした。で あるお医者さんがやっぱりこの病気、私が抱えている目の病気に対してかなりきちんとした配信をされていて、で実際に主治医と話をしていく中でも腑に落ちないこととか理解できないことはそういった形で補えたんですね。だから外部の情報で補うことができる時代になったということ自体がすごく運のいいことだったし、巡り合えたことも運が良かったし、素晴らしかったなと思いますね。平松さんという名医者さんが、緑内障についての YouTube 配信をされてるんですね。だからこれもし悩んでいらっしゃる方がいらしたら、その平松先生の、緑内障に関する、いろいろな情報発信をご覧になられるとすごく参考になると思いますね。で私は特にそのどこに励まされたかというと、手術をするにはタイミングがあると。それでいろいろな症例を今まで見てきたけれども、その緑内障の手術を今しといたらいいのに、どうしてか目を切る、目を触るということに尻込みしてしまって、自分でその緑内障の手術に OK を出さなかった人の場合は、そこからあと本当に視力が悪くなって大変なことになることが多いんですよというお話だったんですよね。しかしこれはもうケースバイケース、私の場合は偶然というかたまたま運が良かったんだと思うんですね。で実際に手術する前に担当医から言われましたからね、これは手術して悪くなるケースもあると。でその可能性も否定はできないのでということをあらかじめ念をされたので、ちょっとやっぱかなり尻込みしたんです、私はね。だけどまあ今回は本当にもうこれはやるしかないと思って手術に踏み切ってよかったですね。やっぱりね、目を触るとか目にこれ部分麻酔なんですよ、全身麻酔じゃないので。だからでしかも15分とか20分とかずっと目を開けてなきゃいけないんで相当きつい、その10分15分がきついんですよ。で終わったら体中ガチガチになりますしね。でしかもそれに踏み切る、その手術に踏み切るっていうことの決断にやっぱりかなり勇気がいるし、自分の中でのいろいろなこう段階を経て自分自身を納得させていくプロセスっていうのがとっても重要になるし、しかもそれが結構繊細な部分で、お医者さんとその話を直接しても分かってもらえないと思うんですよ。だからこそ私もこのちょっと収録というかこのお話をしているのは、実はその背中を押すという意味ではなくて、私がどういう状況であったか、私がどういう気持ちだったかをちょっとだけでもシェアできればなと思ったので、これ今収録してるんですけれども、やっぱりその私も下手するともう末期の緑内障って言われてたんですね。中期から末期もかなり進行していますと。で気づいたのが遅かったので、っていうのもその緑内障の状態だったのを2年間ぐらい放っておいたんだと思います。その期間一切その進行を遅らせるための目薬もしてなかったので、気がついてみたら突然ガクーンと視力が落ちて、これはおかしいとなっていったらもう緑内障の中期だと、下手するともう末期に入っているのではないかみたいな話になったんですよね。ってことはこれはこの手術をしたり手入れをしたりするタイミングというのがもう本当に危機一髪の状況で吉と出るか凶と出るかみたいなことに多分なると思うんですね。で私自身も今はこんなこと言ってますけど、これがいつこの状況が悪化するとも限らないので、これから本当に自分で注意して見ていかなきゃいけないわけですね。ということはやっぱりその手術をするタイミングでちゃんとした先生に、ちゃんとしたってちゃんとしてない人いないと思うんだけど、信頼できる自分が本当に真の受ける先生からアドバイスをいただいて、やっぱりそういう信頼関係をあらかじめ目の先生と作っておく必要があると思うんですよね。で自分が信頼できる先生から、いや今は本当にやった方がいいよって言っていただけると、
分かりましたやりますというふうに言えるけれども、私はだから一度手術しませんかと言われた時に、最初は分かりましたって言って紹介状書いていただいたものの、もう一回聞きに行きましたからね、心配で。先生、こういうことですけど先生どうしましょう、もし手術したら悪くなる可能性もあるって言われましたけれどもって言ったら、それは手術の先生に言われたわけですね。でもう一回その手術をした方がいいといいから紹介状を書きますって言われた先生のところに相談に行って、そしたら、いや私があなたの立場だったら私は手術自分で手術をしますっていうふうに言われたので、もうこの先生がこういうふうに言ってくださるんだったら間違いないと私は踏ん切りましたけどね。でもそこからやっぱりまだ悶々としました。かなり手術日まで悶々としました。でこれ延期するかもしれないみたいな、なんて言うんだろうな、オプションっていうのを自分で持ちながらずっといましたからね。ですからそのこれはね本当にね決断難しかったですね今回は。で神頼みしましたよ。自分がいつも行っている神社にお参りに行って、こうこうこうでこういう手術するから、ぜひ力を貸してもらいたいっていうふうに言いに来ました。そのぐらい今回は大変な、決断の必要な手術だったんですよね。で私のこの病気っていうのは本来ならば、日本人のかなりの部分の人が発症するんですね。だけれども私 の年齢だとまだ先が長いので、ある意味そのもう少し後に遅らせてもいいんじゃないかって判断もできなくはないんです。だからそういう意味で言うとまだ若いのでやった方がいいか良くないかみたいな判断が難しくなってくる部分でもあるとは思うんですけれども、でもやっぱりその言われた時がタイミングであるというふうに私は今回判断してよかったです。ただしこれを他の方が同じような結果になるとか同じような判断すればいいとかっていうことではないということだけは申し上げておきますけれども、だからやっぱりそこは自分の直感に従うということ、そこがもう何よりも大事だと思いますね。で私はこういう話って大体そのイエスサーですぐにやるんですよ。もう何でもすぐに行動する男なんで、大体その手術村中さんした方がいいですよって言われたら、じゃあ来月ぐらい、いや今月お願いしますっていうふうに申し上げましたから、そのくらい私って大体言われたらすぐに動くんですね。やっぱりそこは間髪入れずに自分で判断してすぐに動こうとするところがあるので、それで今までいろいろな決断というかそういった実行をうまく処理することができてきたので、私のパターンなんですよね、成功パターンということがあって。でもそこからやっぱりかなり後を引いていろんなオプションを設けてみたり、で結果的には全部予定通り予定をこなしていきましたから。ですからやっぱりこういう時期、今の時期が、このパンデミックだったことがある意味幸いしたのかも私は知れないと思っているんですね。だから何が本当に人生いいかわからないという、そういう今回はエピソードだったんですけどね。おそらくあなたもそういったことが今自分の身の回りで起こってるはずなんです。ですから物事っていうのは両面あって、今悪いことばかりじゃないはずなんですよね。ってことは今いい何かいいことが起こっているのであれば、常にそれを探し出してそれを目の前に置いて、そのいい面を常に見るようにして毎日を過ごすということが重要なんじゃないかなと私は今回特に思ったわけですね。これが何かのお役に立てばと思ってお話ししましたけれども、いかがでしたでしょうか。ぜひ、こういったお役立ち情報だけじゃないんですけれど、人生を豊かにするために私は音楽を皆さんにお伝えしているわけですけれども、人生をさらに豊かに、そして人生をあなたの人生をさらに豊かに、そしてさらにあなたの人生を自由に幸せに生きていってほしいということなんですね。そのために音楽を使ってもらいたい、そのために音楽を利用してもらいたいし、演奏してもらいたいし、聴いてもらいたいし、でもその一番の根幹は何かというと、最高の自分と出会うということなんですよね。この話これからも続けていこうと思いますけれども、もしよければぜひこのチャンネル登録お願いいたします。そしてまたこの動画の下にメルマガ登録のリンク貼ってありますので、もっと深い話をどんどんしていきますので、ぜひメルマガ登録も合わせてお願いいたします。それでは今日も素敵な一日を。村中大輔でした。